あ、ちなみにここにいる人だけに言うけど、俺ブレイキングダウン決まったから。あ、言っていいですか。あ、まあまあいい、いい、別に多分オーディション出るぐらいはいいと思う。まだ本戦は決まってないから。よろしく。何思うのやろう。ブレイキングダウンに出るんだってビープさんが。ブレイキングダウン出るかよろしく。ブレイキングダウン出る。決まりました。出たらみんなで応援しようね。マジでとりあえずオーディションは映るから頼むわ。プロボックにしてきてくださいね。俺とやりたいやつおるかって言ってくるから。書類審査通った。ビップニキ。優しそうだな。俺優しいからな。いやだからビップさん笑っちゃうだろうな、多分そういうの。いや大丈夫、そこはちょっとちゃんと演技するから。そこはちょっとプロとして。お前ら、お前ら雑魚のくせに何そこに突っ立ってんだよ。いいっすね、いいっすね。言ってください。てかミクルくんやろうよ。ミクルくんやろうよ。ミクルくんに喧嘩売るわ。いや叩かれるぐらいがちょうどいいですからね。いやそうそうそうなん。別に俺失うリスクないから。別にゲームチャンネルに影響ないから。全然もうほんまに緊張もせんと思うね多分。いやオーディションとかちょっと言われへんけど。ちょっと俺のいろいろいろんな関係で。まずは初めさんでした。そして同じチームのシスコさん。はい。はい、今日受賞してるやん。今日はしてますね。ポストみたい。僕が家電を届けようかなということで、皆さんに力を合わせて頑張りたいと思います。いいチームに恵まれましたね。よいしょ。さあ続いてヨリモさん。はい、はい、化粧してるやん。好きな家電とかありますでしょ。何ついかに何かつくの。いや流れで流れで化粧してるやん流れ。大